こんにちは、トバラグです。はい、今日はですね、いつもとちょっと背景のイメージが違うと思うんですけど、今日はね、このプロジェクター LG の超単焦点の 4K プロジェクターシネビームについて紹介していこうと思います。このプロジェクター、本当にね、デザインがかっこよくて、部屋においてもね、全然違和感ないし、しかも超単焦点だから、かなりね、小スペースで家族全員で映像が楽しめるっていうのが魅力なんですね。地上波は見ないけど、映像コンテンツはとにかく楽しみたいっていう人だったり、まあこれからね、 家をリノベーションしたり購入したりっていうそういう人たちにもすごいおすすめだと思うのでぜひチェックしてみてくださいそれでは早速いってみましょう はい。改めてこちらが LG シネビーム HU715QW という、まあ、レーザータイプのね、単焦点 4K プロジェクターですね。これ、デザインがね、とにかくかっこよくて、なんかこのミニマルなね、ツートンのスタイルが本当にトワログの部屋に置きたくなるようなデザイン性ですね。まあ、デザインの話は後で紹介するとして、そもそもこの LG シネビーム、どういう特徴があるのっていうと、まず一つ目としては、これ、単焦点、超単焦点プロジェクターなんですね。 この LG のシネビームの場合壁から、ね、22cm 離すだけでなんとね100インチ級の 4K 映像が楽しめるんですね普通のプロジェクターを家に置く場合天井にね埋め込みで固定するか反対側の壁のね、まあ、シェルフとかに置いておくみたいな割とねスペースが必要だったりするんですけどこのねシネビームの場合は本当に壁にくっつけておけるのでその辺がね本当にシームレスなんですねで特徴2つ目としてはこの中にね最初から OS が組み込まれているっていうところですね ま結構 LG のねテレビを使ったことある人ならわかると思うんですけど、まあ、電源を入れて、まあ、電源がつくとそのまんまネットフリックスとか Hulu とかあと Amazon プライムビデオとかそういうのがすぐに選べるようになってるんですよもちろん HDMI から PC とかねブルーレイレコーダーに接続して映像を楽しむっていうこともできるんですけど本当にねインターネットに接続すればネットフリックスがもう本当に配線ほとんどなし電源だけで楽しめるっていうのがやっぱりね魅力的ですねでもちろんエア プレイ2にも対応しているので例えばね iPad で見ていた写真とか映像をすぐ大画面でこっち側に共有して、まあ、みんなで楽しむっていうこともできます、まあ、この辺の接続とか配線に関して本当にねプロジェクターって煩雑なイメージなんですけどこれはいわゆるスマートプロジェクター的な感じなので本当に何も考えずにシームレスに使える点がやっぱり一般家庭でも使いやすそうです機能性の特徴はそんな感じなんですけど個人的に一番ね選びたくなるポイントはやっぱりこのカラーリング 筐体のデザインですねちょっと上から見てるんで分かりづらいかもしんないんですけどちょっとクイッてやるとこれ分かりますかね表面とか周りのカバーはホワイトなんだけどこの正面に向かっているスピーカーの部分これファブリック調なんですよこのライトグレーのファブリックと本体のねトップに全くボタンがないこのミニマルで一体感のある形状これが本当に最高ですね。背面もこんんななにシンプルなんですよここに 端子とかは一応がっつり揃ってはいるんですけどそれ以外の部分にほとんどねスイッチだったりボタンとかそういうのがなくて自宅に置きたくなるようなデザインっていうところがやっぱりね本当に特徴かなと思っています。 LG ってね、そもそも LG シグネチャーっていうデザイン的にもものすごくこだわり抜いた世界一美しい家電を作ろうっていう、まあ、レーベルというかラインがあるんですけども、まあ、おそらくそこのデザイン的な潮流を組み込んだというか、こういう家電にもそういうね、ミニマルデザインみたいな衣装が取り入れられているのかなという勝手なね、妄想をしています。この前にね、紹介したスマートモニターとかもめちゃくちゃデザイン的には最高ですよね。 プロジェクターって結構ね、デザイン的に本当にシンプル、ミニマルっていうものはなかなか少ないんですけど、この LG シネビームはデザイン的にもね、本当にどんな空間に置いてもマッチしそうな感じなので、これは本当に今までプロジェクターを経営してきた人でもかなり欲しくなるものなんじゃないかなと思います。はい。ていう余談は置いておいて、まあ、デザイン的な話をさせてもらったので、ちょっとね、見た目の質感というか、その辺から紹介していこうかなと思います。まずね、表面素材は、 これまあ金属っぽく見えるんですけども素材はねマットな質感のサラサラとした樹脂製ですおそらくね金属にするとめちゃくちゃ重たくなっちゃうのでその辺のね軽さとかそういうのを考慮してこのプラスチックを採用しているのかなと思いますここにはプロジェクターのレンズが備わっていてここから投射されたレーザーを壁に向かって投影するっていうタイプですねで解像度はね 4K で 3840×2160 で明るさがさすが据置き 型の 4K プロジェクターっていうところだと思うんですけどなんとね2500アンシルーメンっていう、まあ、ものすごくね明るい感じで投影することができますまあ、コンパクトなタイプの一般的に人気があるこういうね形状のものとかだと大体いい150から300アンシルーメンっていう感じなのでまあそれと比べると本当に8倍とか10倍近くなってくるっていう感じですよねなので暗い部屋はもちろん昼間でもね、まあ、カーテンを閉めればかなり鮮明な映像がこれで楽しむことができます ほ本当に自宅で使うのであればこのぐらいのね明るさがあると最高ですこのプロジェクター正面から見ても本当にミニマルでかっこいいデザインなんですけどなんとねこの中にはスピーカーが内蔵されています2.2チャンネル 20W20W のスピーカーが搭載されていてこのねファブリック素材はなんとねデンマークのクバドラっていう、まあ、有名なねテキスタイルメーカーのファブリックが採用されています結構ねプレゼントかイベントあるあるだと思うんですけどプロジェクター に投影する映像って時々音が流れなかったりするじゃないですかそれであれおかしいなみたいなまあそういうね問題が発生しがちなんですけどこのね場合は内蔵でスピーカーが備わっているのでまあその辺のね面倒くささというか煩雑さはかなりクリアできるかなと思いますあとはこういうねオーディオアウトプットとか ARC にも対応しているので例えばね大きめのサウンドバーとかあとまあ立体的なねサラウンドシステムと接続して使いたいっていう人もまあこういうね接続方法もある これね見てもらうと分かるんですけど本体上部とこのね 本体の前面に全く、ね、ボタン類がないんですねでどうやって操作するのっていうと実はこういうタイプのリモコンが付属していてこれでねポチポチと操作することでここのね明るさを変えたりとかあと、まあ、焦点距離ですね、まあ、ちゃんとピントを合わせるために、まあ、マニュアルでこうやってねポチポチと操作したりとかもちろんねチャンネルとか音量とかそういう全ての操作を基本的にはこのリモコンで行いますそれにしてもこのリモコンもホワイトで統一されてるのめちゃ めちゃ,くちゃ嬉しいですね裏面はおそらく赤外線的なものが必要なので黒になっているんですけどこのね正面が真っ白っていうのがかなり嬉しいところです。はい、いろいろね見た目のデザインと機能性についてちょっと触れてみたんですけど改めてねスペック表を紹介しておくとこんな感じです、まあ。明るさと画質と投影サイズみたいなところは紹介したんですけどもしね気になる人は概要欄の方にもねリンクを載せておくので詳しくチェックしてみてください。 はいというわけで今までねここに置いていたまあ赤いシェルフとか家具たちをちょっとどかしてここにね LG のシネビーム設置してみましためちゃくちゃ統一感あって最高ですねなんかこの白い壁と白い床に対してこのね灰色とホワイトの筐体がここにズンと置いてあるだけでなんか印象がだいぶ変わる気がします。なんていうかねこう 古典のの会場というか美術館の一角みたいいなそういう感じががこのの部屋にできるのがめちゃくちゃゃく嬉しだた、まあ、多分ね65インチとか大きめのテレビがここにあると本当に威圧感あると思うんですけどプロジェクターだったらまあ、本当に使ってない時はフラットな壁だし使う時はねこういう風に投影できるっていうのが結構そこがいいですよね。というわけで早速電源を入れて使っていきたいと思います。 じゃあちょっとね電源オンしてみます。今ねちょうど昼の1時過ぎなんでちょっとね明るい感じはするんですけど多分まあ明るさ的には問題ないかなっていう感じですかね。で今壁からね 11cm ぐらい離しているので実質おめちゃくちゃ綺麗めちゃくちゃ綺麗おおおなんか解像感とか発色めちゃくちゃいいわこれ。なんかあのポータブルタイプのやつとやっぱり全然違いますね据え置き型。 綺麗で今ね一応まあ壁から1 1ンチぐらい離してる感じでここまでねまあ競り出てるところなんですがこれどんどん離していくともう少しね大きめの映像になっていくみたいです今1 1 7ンチなんで実質ね80インチぐらいですかね物理的にこうやってちょっとずつね壁から離していくとめちゃくちゃでかくなるこれでたい100インチぐらいらしいですでか この部屋で言うと本当に壁沿いのこういう収納とかを含めてもかなりちょうどいい感じのサイズ感かなと思いますでこの部屋ではちょっと難しいんですけど3 0センチぐらいまで離すと実質120インチぐらいのサイズになるみたいですこんぐらいおおあギリギリいけないギリギリちょっと難しいでかで画角調整したんですけどこれで120インチぐらいらしいです本当にこの部屋の壁から 壁までっていう感じでめちゃくちゃ大画面になりますねちょっとうちの場合だとこういうね照明がなぜかここについちゃっているので実際まあ100インチぐらいで使う感じになるかなと思いますよいしょよいしょこんな感じですかねこのぐらいまあ実際このぐらいですねこれでもめちゃくちゃ綺麗なんかもう絵が描いてあるみたいここにすごいこの状態だとね今外部出力モードになっているのでホームボタンを押すとこんな感じで WebOS の画面になりますいやこれはいいなこのプロジェクターの中に OS がね実際に搭載されているのでまあ本当に Wi-Fi の設定さえすれば何も接続せずにねここに飛んでまあ、こうやってコンテンツをね選んで楽しめるっていうのがやっぱりいいですね僕の場合はリビングで使ってるテレビもここでね使ってるスマートモニターっていうやつも同じ LG 製なので、まあ、こうやってね WebOS で何のなんか不便もなくそのまま使えるっていうのが結構ねありがたいですね、まあ、もちろんね YouTube だけじゃなくて Netflix とかプライムビデオディズニープラスユニクスト YouTube みたいにあと TikTok とかも入ってますけど WebOS で気軽にねダウンロードして使うことができますアプリっていうボタンを押すとこんな感じで映像コンテンツを楽しめるアプリだけじゃなくて世界中のねなんか VOD サービスだったりまあ音楽を流すサービスだったり そういういのががままここででダウンロードができへ、まあ、その辺の話は置いておいてちょっとね初期設定的なのをしていこうと思います設定に関しても基本的にはこのリモコンで操作していくスタイルですねで結構面白いのがこれプロジェクター今ねフロントに置いてるのでこのまんまでいいんですけど例えばこうすると天井からね吊り下げて反対に置いた時のモードだったり左右反転スクリーンの裏側からこうやってね投射するモードだったりそういうのがね結構選べますでフォーカス その調整っていうのがあるんですけどこれをね押すとこんな感じで四つ角と正面のねこのフォーカスエリアも自分でマニュアルで細かく調整できるんですよねある程度はまあ綺麗にしてくれてるんですけど端っこがちょっとぼやけるなっていう時はこれでフォーカスをね調整しておくことでかなりね鮮明な映像になってくれます であとはエッジの調整って言ってちょっとね正面じゃなくて若干曲がってる場所に置きたいんだよなみたいな時とかにこれでね長方形に綺麗にすると斜めに置いてもちゃんとね投影してくれるとかそういうモードが備わってますねであとね設定関連で言うとこういう風にね鮮やかさとかこういうねシネマモードスポーツモードみたいにいくつかのねモードで選ぶことができます鮮やかとかととにすると夜ね結構 寝る前とかだと眩しい感じがあるので割とフィルムメーカーモードとかはすごいいい感じな気がしますね。で音声に関してもいろいろシネマとかクリアボイススポーツみたいに選べるんですけど基本的にはま AI でね判断してくれる AI サウンドに設定しておくのが良さそうですね。はい、初期設定はねまあ、こんな感じですね。とりあえずまあ、どういう感じで映像が楽しめるっていうのかを見てみたいと思います。まあ、著作権的にねトバログが使って OK なやっぱりね自分で作った動画を 流してみます何がいいかなやっぱねあの映像的に綺麗なのはオーストラリアで撮ったやつなんですよねこの辺かなおっめちゃくちゃ綺麗あ、音もかなり綺麗に聞こえますねちょっとわこれすご いや色がかなり綺麗です、ね、なんか自宅でこういう風に映像コンテンツを楽しむために使うのも本当にいいと思うんですけど普通にねなんかどっかのパーティーとかあとまあ飲食店とかで流してもい、e、いレベルのサイズ感と鮮やかさっていう感じがする 4K 映像だから YouTube の動画をねこうやって表示していてもめちゃくちゃ鮮明ですね髪の毛のこういうところまできっちり見える感じがあります でこれプロジェクターながら HDR10 とかあとねゲームの HDR とか衛星放送とかそういうのにね基本的には対応しているのでまあ,あらゆるねコンテンツが結構こんな感じで人の目で見たかのような雰囲気で見れるっていうのがまあ一つ特徴かなと思います。であとはこのプロジェクターダイナミックトーンマッピングっていうのにも対応していてそれは何かっていうと HDR にね対応したコンテンツであればこういうね明るすぎる映像だったり暗すぎる映像とかのそういうね一コマ一コマ コマを判断してそれでね。なんかダイナミックレンジというか、明るさを調整してくれる機能がまあ備わってるんですね。なので、まあそこまで何も考えずにこうね。暗い部屋の中でも明るいコンテンツだったりま、暗すぎるコンテンツを楽しめるっていう風になっています。ま、映像モードの調整とかも色々細かく設定はできるんですけど、基本的にはねまあ届いた。まん。まこれをネットに接続してまあログインさえすればね。かなり鮮明で綺麗な映像が楽しめるので、まあそこまでま設定。とか 毛、ね、を使わなくてもいいっていうのがいいところですね。これすごいわ。 で今はねちょっと音がこれマイクから入っちゃうので消音モードにしてるんですけど音質に関してもやっぱりかなりいい気がしますね、まあ、そもそもねプロジェクターにスピーカーが備わってるのも最高なんですけど実際に音質も結構良くてなんか音の広がりとかそういうね立体感みたいなのもある程度感じられる気がしますで低音に関してもね結構まあズンズン響く感じなので音の迫力が欲しい人でも単体でもね結構楽しめるかなと思いますで逆にまあ音がちょっと響く 例えばね u e t o o t h であ、まあ、こういうヘッドホンと接続してヘッドホンからね大画面を見ながら音はヘッドホンで大迫力みたいなそういう使い方もできるのでその辺はね、まあ、結構フレキシブルに使えそうですねこの辺やっぱりスマートプロジェクターというかシネビームのいいところかなと思います。 であとね、シネビーム、エアプレイにも、ね、そのまま対応しているので例えばね、ね今 iPad で見ている映像とかであこれちょっと大画面で見たいなみたいなのがあったときにこう、ね、シェアボタンを押してエアプレイを、ね、押してこう設定を、ね、するだけでこうやってね旅行で撮った写真を、まあ、この大画面で共有するみんなで楽しむみたいなことも本当にねワンタッチで行うことができます。こここれれが気軽にででででききるの結構いいすすよよねんんな感じであこれドイツ行ってきたんですよ 会社の発表だったり家族のね写真とかをこうやって共有するのが最高にいいですね。というわけで今ねいろいろ試してみてるところなのでもう少しね使い込んでからちゃんとね紹介していこうと思います。 はい、というわけで実際に LG シネビーム使い始めて2週間が経ちましたいや正直ねめちゃくちゃいいですねプロジェクターってあんまり今までそんなに馴染みがなかったんですけど結構ね、まあ、大画面かつ本当にシームレスにいろいろなことがね楽しめるっていうのがめちゃくちゃいいです子供とかもね本当に気に入っていてもう本当にこれで映像を流すと等身大のね人たちがこうやって踊ったりしてるから本当に楽しそうでそういう意味でもねあやっぱりちょっとテレビと違うなっていう 感じがしますね、実際にね僕どういう風に使っているかっていうと、まあ、基本的にはねいろいろ仕事が終わって、まあ、お風呂も終わって本当に寝るだけだみたいな時にちょっとね Netflix 最近見るのが楽しみでいろいろ見てるんですけどそういう時にまあテレビと違って気軽にねこうプロジェクター持ち運べるので普段ねゲームを一緒にやる友達がいてその友達たちと一緒にゲ ゲームをやるためにね。ちょっとプロジェクターを持って行ってうわみたいな。大画面で楽しんだりとかそういう使い方もしてます。家族とか友人とかとまあ、一緒に楽しんでゲームをやるとか、映像コンテンツを楽しむっていう領域だとやっぱりね。プロジェクター、すんごい面白いなっていう気が今回しました。 やっっぱりここうううういいい体験を一緒にシェアすすするっていうのも楽しいですねなんかこう非日常感が味わえますで実際にね今回2週間ぐらい試させてもらっていろいろね試したんですけどやっぱりいい点1つ目としてはデザインですよね、まあ、部屋にねこう置いた時のマッチする感覚もめちゃくちゃいいしとワらく基本的にこういうねホワイトとライトグレーみたいなねまあそういうツートンカラーのものが好きなんですけど本当にドンピシャというか本当にシンプルに揃いたい部屋にもね置いて使いたくなるっていう いいいいう感じがすごいいいですごでね特にこの部屋とかだと、まあ、白系で揃えてるのであんまりね大きいいもの置かなよようにしてるんですよそういう場所でも結構ねプロジェクターだったら白い壁をそのまま使えるのでそういう意味ではねやっぱりありなのかなっていう気が本当にしていますこの辺はねトバログと同じような感覚でリビングですらテレビを置きたくないっていう人もいると思うんですけどこのプロジェクターだったら結構ね間違いなく部屋にマッチすると思うのでそういう感じからする やっぱり、ね、すごい良いですねでいいなと思った点2つ目としてはやっぱり、ね、シームレスさですね本当に、まあ、プロジェクターって割とセッティングが面倒くさかったり音どっちから出るんだっけとか PC と接続する線用意しなきゃとかあんまり、ね、いい思い出なかったんですけど、まあ、本当に、ね、これの場合だと WebOS を搭載しているのでそのまま、ねまあ、リモコンでポチって押すだけで、まあ、本当にじゃあどれ見ようかなという画面になるんですよ。こうやってて、ね、ガジェットをレビューしてると設定が、ね、複雑なものほどどんどんん、ね 使わなくなくくっってていいうのはあるんですけど実際ねこれの場合だと本当に気軽に使えるので気がついたらねこうやって使って例えば環境音とかこういうね自分で撮影してきたオーストラリアの動画とかちょっとね流してみたりしてなんかこう気分を入れ替えるみたいなそういう使い方もしていますでいい点3つ目としてはやっぱりね映像の鮮やかさと改造感がものすごくいいですねこうやって映像にしてるとちょっとね多分伝わりづらいと思うんです理由としてはトバログのね顔もこうやって光を その、ね、光でちょっとねかき消されちゃってる感はあるんですけど本当にこれ鮮明で。 こうやって消すと、ね、結構映像の鮮明さ分かりやすいと思うんですけど、まあ、かなりね映像の鮮やかさと改造感を感じられるのでその辺実際に使っててあこの動画とかプロジェクターで見たらどんな感じになるんだろうっていうのを試すのがねすごい楽しいですいやーこれはいいなちょっとやっぱ欲しいですねこれ完全にはいでも物にはねいい点もあればちょっとね残念な点もあるというわけでちょっとねまあ、気になるところやっぱりね、まあ、スペースの確保というかちょっとね広めの壁が必要 このプロジェクター最大120インチぐらいのサイズに投影できるんですけどトバログの,、ね、この壁だとちょっと狭くて、まあ、100インチぐらいが限界なんですね。ななのででポテンシャルを、ね、最大まで引き出せていないっていうととうころはかつ、まあ、壁面もねなんかすごい凹凸があったりするとちょっとね難しくて真下から真上に向かって、まあ、レーザーが伸びているのでこういう、ね、突起物とか、まあ、障害物があるとそこでねバツッと映像が抜け 消えちゃう感じがあるんですね。普通のプロジェクターとかだと真正面からね投影するのでそこまでは気にならないと思うんですけど、まあ、短距離プロジェクターの場合だとここがちょっと弱点になるかなと思います。あとは広い壁面でも凹凸のあるタイルとかレンガ的なものだったらねちょっと映像的に気が散っちゃう感じがあるのでそこはね別途やっぱりこういうスクリーンを購入するのがおすすめかなと思います。機能性の気になるところはこんな感じなんですけどやっぱりね実際に購入するにあたって 気になるところはやっぱり価格ですよね価格に関してはね、まあ、この動画を公開してる時点で33万円ぐらいとまあ結構ね勇気のいる価格帯ではあるんですけど、まあ、今回ね LG さんから結構高い割引率でクーポンを発行してもらえているのでもしね気になった人は概要欄も是非チェックしてみてください、まあ、正直トバログもこのクーポンを使って購入したいぐらいね安くしてもらっています、はい、という感じで、まあ、この LG のシネビームどんな人におすすめかっていう ととまずやっぱり、まあ、2人暮らしないしは家族暮らしでできるだけねシンプルに部屋をまとめたい人そういう人にはね本当におすすめしたいですね特にまあほとんど地上波は見ないけど、まあ、映像コンテンツ楽しんだりとか大画面でね時々なんか映像見たいよっていう人だったらかなりねマッチするアイテムだとは思うので是非ねそういう人に購入検討してみてほしいです特に、ま、新しくね家を建てましたとかリノベーションしますっていう人とかだったら壁のね雰囲気とかも選 食べると思うので、あじゃあここの壁に置いてみようかなみたいなそういう選択もできると思うので、ぜひね、まあ、検討してみてください。というわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ぜひね気に入っていただけた方いいねボタンとコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。まあ、購入を検討している人はねぜひクーポンページもチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。